はい、おはようございます。ついにやりました。何がやったのかよくわかんない。まあ、やりましたね。僕にしてはね、なんと入場番号が3番ということでございまして、まだ開店前なんですけれども、開店前にオープニングが撮れるこの喜びですよね。毎度毎度何が撮れるかわかんないっていう感じでやらせてもらってたんですけれども、今日は高らかに宣言したいと思います。バンバカでございます。先月は20日に来たお店なんですけれども、19と20日の店で、来月は21かな。来月は20日がちょっと僕予定入ってて、21がこのお店で、で、翌月が19っていう。だから19と20日の基本セットで、こうテレコで行くんですけど、先月が12月20日にやって、せいやの6っぽい台を打てたと。で、せいやがすごい強い店っていうのは分かったんですけど、番長3もすごい強かったんですね。で、すごく見どころとしては、ここの店長がどうやら角よりは、こう、内にこう、お客さんを入れたい雰囲気があるんで、まあ3番なんで僕の前に2人しかいないんで、角じゃなくて内角ら辺をちょっと狙っていきたいなっていうふうに思ってます。でもいい加減ね、ちょっと、いいとこ見せたいというか、いいとこやりたいですね。はい。あ、もう来ましたんで。じゃあやりますんでね。おどす。いやー、選び放題やんけ。ああ、そう。そう来る。前回こっちだもんな。お、来たね。前回ここが絶頂何回も入ってた台。それでは、ここがピークにならないようにですね、全力でやっていきたいと思います。で、前回のバンバカで30%理論っていうところでですね、リプレイ外れ以外が欲しいシチュエーション、リプレイ外れ以外が来る割合っていうのはざっくり30%ですんで、そこの30%の部分を意識しようよと。で、裏側の70%引いてしまった場合っていうのはもう70%ですから、引いても仕方がないなっていうところの部分で。はい、7ベル、次のゲームから商店街。音うるさいか？はい、13ゲーム目。出たー！盛大な煽りが。まあ今、スタートして先頭立ったと思ったら、まあ盛大にこけたね。ああ、びっくりするわ。ああ、来たぜー。ああ、滑っちゃった。はい、2回目の通常チェリーで対決闘争。誰？ナイス30%。お、勝ったんじゃね？もう一回30%。行幸127ゲームで、投資4本。お？
胸熱な展開 in 2021。やるね。ちょっとホーム重視でアローを打ち込んでいこうか。30%が、ちょっと優しめがいいみたいだね今日。さあ 80% を取ってるんだったらここですね。つながれば一気に夢が膨らむ継続チャレンジ。サンキュー。さあ来てるぜ。まだこれで 25% 取って4分の1刺したっていうだけかもしれないから、これが3セット目出てくるといよいよもう膨らんじゃって、もう膨らんじゃってしょうがないっていう。どうしました、お母さん。ちょっと待って、俺ちょっと落ち着け。あるぞ。言うて5セットまでだと思うから、なんかしなきゃダメだね俺も俺で。さあ4セット目、もう4セット目までいけば 80% 取ってるで間違いないっしょ。取ってる。 80% 取ってる。ちょ、お前、俺か。お前じゃない、俺だわ。ここでスマートに俺って言える俺でやりたい。で、80% をに、あー、でかー。あー、まあここで終わった。あー、
どこまで行くか分かんないぜ。まあ、5セットで対決を何回も何回もやって、まあ、打ち砕かれてるんですけど、打ち砕かれれば打ち砕かれるほど 30% 引きゃいいっていう理屈がもう 100% じゃないと気が済まなくなってくるわけですよ。そうなってくるとちょっともう平常心が保てないんで、ここはちょっと改めてリセットして、まあ、確定対決だったとしても 30% をしっかりと狙い撃つレバーを心がけてね、まあ、70% だから。さあ、ちょっと岩尾さんお願いします、お願いします、お願いします。まあまあ対応してよろしいですよ。こうだ、ノリオの手はこうなんだ。さあ、あ、勝ってたわ。やっぱ 2,3 ヶ月に1回はやりたいね。よいよ、やばいね、牙を剥いてきた感じ。ほら 80% やねみたいな、もうすっごいんだけど。さあ、朝っぱらからマチコアテンド。よし、アロー、クラッシュ、アロー、よーし、ようやくだわ。出れば18回、配列は普通なら B。 22、今日はいいね、東大寺に行ってくれる。でまあ、2日目合大寺とかもあったんで、今のところ偶数寄りではあるよね。ただまあそれ以外に関しては全然わかんない。よし、勝って、あとはもう16分の1、 6% 引くイメージね。さては6だな。さては6だな。惜しい。強発のイエロー背景、ダメ。これ満枚、満枚って言っちゃっていいかな。満枚、満枚、満枚狙っていいの。
や毎回狙ってるけど、まんまに狙っていい今回マジで。さあ、オッケーオッケー。ただ問題はもうストックがあと何個あるか把握できてないんですよ。もう絶対なんとも言えない。80% 取ってる時だけの緊張感、いいね。あー危ない。いやー16セット、おーっと守護の角、ここで出たのが守護の角でございます。はい、461.4%、 5で 1% 出るって言われてるね。永久期間。やばい、やばいんだが、マジでやばいんだが。あとはスイートパネルだな。やりふぅ。さあハーレーは3個以上の時に出る継続演出なんですけど、どうでしょう。ちょうど3個なんですけど、あー20セット、あー終わった。いやいや虚脱感、ね、時間がちょうど12時だね。あ、時速1000枚。この後は守護六角が出たんで、4なのか5なのか6なのかっていうのをちょっと見抜いていく作業に入りますね。まあ、作業っていう言い方あれだけど、要はそこをちょっと楽しみにやっていきたいなって思います。現状ボーナスをいただき中に3回引いて絶頂はないというところでは、まあ偶数46かなと。どっちなのっていうところですよね。ちなみに僕の右隣の台が引き戻し含めめっちゃ初当たりが軽いです。で初当たりのたんびに一応2セット以上は出てきてるんで、右はちょっと6っぽい挙動はしてる。でその横が通常ボーナスに似てる。で後ろも通常ボーナス引いてる台が3台でね、絶頂引いてる台がないんですよ。結構当たってるんですけど、まあ、このセルフ自体でもちょっと今日の番長3の島が普通と違うぞというのが分かると思うんですけど、2時間ですからね。2時間で何だったらもう天井目前っていう台がちらほらっていうのが大体よくある、設定使ってないところの番長3の島なのに。で6を期待するんだったらやっぱりこれ引き戻し特訓が欲しいよね。6が全設定最高の引き戻し特訓と突入率の 40% ぐらいだから、その下になると4の 30% で、 30% っていう数字は裏を返すと 70% だ。 70% っていうのはもう引いて当たり前になるんで、逆に 30% っていうのは引けなくてもまあしゃあないねっていう、でも引けそうだよねっていう確率の数字が 30% ですから。はい、いただき後60ゲーム引き戻しはなし。よし、30、31か。
後だね。よし、とりあえず特訓を予感させる前兆。はい、対決後8ゲームで特訓。6なら 2% で、なわけない、なわけない。さあ、この後のベルモードの移行だよね。あっさり対決連に行ってほしい。うわ、 NB チェリーだけど7ベルエフェクト弱い。はい、9ゲーム目左からで、よし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 。MB チェリーだったね。あ、ちょっと4やだな。全長入ってるぜ。対決負け後10ゲーム目。あ、大丈夫大丈夫。ダブル当選だね。なんだよ本当。ふう、全平チャンス目来たぜ。366ゲーム。過去3回かな4回かな引いてガセったことないですね。全部確定対決出てきてました。あの全平チャンスのただガセるって話なんで、もうちょっとねこの辺のパターンがよく出てきてくれるようなこの子だったらもっと人気あったのかなって思う。ただよく出てくるイコール初当たりが軽くなるってことはやっぱ出る時の力を抑えられちゃうんだろうね。だからその辺のバランスがすごく難しいですよねパチスロって。別名ステチェンチャンス目からのいただき出しと。おおすごい、リプレイしか引いてないのに。天国いいか、まあ、幸せなんですけどどうしたらいいね。かわいいね。いやいきなりこれ温泉ステージ行ったの俺初めてだわ。びっくりする、ほんまびっくりする。俺の歴史にあと1ページ。さては6だな。さては6だな。もう青7出てきちゃっていいよ。青7出てきちゃえば、青7出てきちゃおう思い切って。あーそう
だから5だったらこの後天国が 33%、 3分の1はループするんだけど、やっぱ5っぽくはないよな、なんか雰囲気。こういう5を打ったことがない。これででも5だったら最強だよね。6挙動をする5っていうのが最強ですよね。マジで。ありえない。はい、2回目の初当たりなんですけれども、ちょっとまたしても引き戻し特訓なさそうですね。なんだったら引き戻し特訓しかも確定を持ってきてね、あー6だーって言いながらこのままちょっと打ち続けたいんだけど、さあ7ベル、対決連の後の7ベルなんで、ここでまた対決連だったってことになると一躍5の期待が高まります。4が8分の1、6が5分の1で、5が 30%。 だから対決連がループしてくれたら4の期待感というのは下がるってことなんだけど、まあ難しいね、この感じだと。ここはちょっとペルペルさんの出番ですな、ね。今日はカメラマンペルペルなんですけどね、あの休憩ずっと立ちっぱなんで、休憩がてらちょいちょい1時間おきぐらいに打たせるんですけど、やらかしましたね。写真撮ろう、俺が引いたってんじゃないのが気に入らないよね。なんかすごい複雑。まあまあ、グッチャーグッチャー。うわ、すげえいっぱいいる、オールで。うわ、いっぱいいるね。すごいよね、初当たりえぐいよね。7回目ですね。だよね、6並べちゃってる。頭の中お花畑だからもう。あるあるだよね、あるある。いやー、引き戻し特訓コネ3の0。あー、俺もチャンシェリー引きてえな。なんだよ、あの止まった時のドヤ感たまんねんだよな。あっさり感とドヤ感の共存っていうの、ああ止まったねみたいな。さあこの7ベルだよね。結構その4か6かっていうところを占う意味では、今のところ確認しているモード以降、次で今ので4回目なんですよね。でまた対決レーン、あー今のちょっとこれはチャンスチェリー狙わなきゃダメだよ俺。これで対決レーン行きゃ4の2、
設定6の対決ライン移行率が 39% って言われてますんで、割れろ6ですな。これはどうやらこれで 50% で対決連に移行してる。